はい。台場ピアラブです。日本の実質賃金がここ10年で7.6%の激減30年前を下回るということをお伝えしていきたいと思います。 えー、日本のですね、実質賃金が、えー、10年前から7.6%の減ということになっております。うん。で、そのメディアでね、よく言われてたりとか、えー、その間違った人がね、よく言ってるのが、えー、給料はどん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 上がってるよね、とかね。そういうことを言う人がいるんだけど、 それは名目賃金なんですよね。うん。しかしですね、この消費者物価指数、ね、要はその物価の上昇率っていうのを加味するとですね、実質賃金というのは実はめちゃめちゃ下がってるんですよ。うん。まあ、それがこちらのね、グラフになるんですが、うん。あの、本来ね、賃金というのは、 名目で見たらダメなんだよね。うん。あの、物価上昇率をちゃんとね、加味してみないとダメなわけですよ。うん。で、それを、物価上昇率を加味してみたら、ええー、まあ、ものすごい給料は減ってるということなんですよね。うん。で、そしてですね、ええー、実は30年前よりも低い水準にあるっていうことなんですよ。 うん。で、まあ、30年前っていうとえ、1993年ですかね。うん。実は、1993年よりも、実は今の方が、給料が下がってるっていうことなんですね。うん。だから、まあ、日本は、ま、とんでもない状態にあるということですね。うん。 もうここ、日本はね、30年間、全く成長してないどころか、もうどん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 衰退し続けていってるということなんですね。うん。だから、ね、日本っていうのはもうこの30年間でね、中国、韓国に抜かされて、もう差をつけられていってますからね。うん。まあ、その、本当にね、分かってない人なんかがね、 えー、その名目の賃金だけを見てね、給料上がってるじゃないかとか、いう人がいるんだけど、もうそれは全くのデタラメ。間違いですね。うん、ご視聴いただき、ありがとうございました。